他の11頭。1969年のスピードシンボリの挑戦に始まり50年半世紀、日本競馬悲願の瞬間なるか。さあ今11番ソフトライト武豊騎手収まりました。第98回賞スタートしました。コントコースタート9番のマジカル、そのうちから1番のフレンチキング飛び出していきました。8番エネイブル、ランフランコデットリモ、ガイアースは、さあ向こう正面ガイアースいないの、インコースで6番のフィエールマン、まさか逃げなかったガイアース。6番フィエールマン先頭か、離れた外から3番のガイアース、あいいねいいね、まあ出ていきそうです。おいいよ、中段あたり、うん、ガイアースがわずかに先頭、そして6番のまあ鼻にこだなくてもガイアースはいいからね。3番手に5番のブラストワンピースつけました。9番マジカルが4番手、そしてインコース12番ソットサス5番手につけています。その後夜流しながら坂の上り8番のエネイブルとランクランコレットーリ先段につけていきました。これら先段を追って2番のバルトガイス、エネイブルいなくない、その後4番の奇跡控えました。エネイブル後方ってこと、キングオリベーペリエ連勝中のこの馬中段の後方を推奨しています。まもなく坂の、エネイブルの名前が出てこないね、後方ってことか。ライアンムーはおしまいから3投目、4投目の位置、これはエネイブル、ここら辺後ろ11番ソフトライト竹豊、おしまいから2投目、3、4馬身がいて7番長野ゴールド、最高じゃエネイブル、坂を駆け下りていきます。最高エネイブル、ガイアスが先頭、おガイアスいいよ、ガイアス先頭、インコース3番のフィエールマン、ルメール今日は3番手です。よガイアスいいよ、このままもう逃げてよ、お前のスタミナを見せつけてやる、ほんとコーナーを回っていきます。ああお前はこの不良までいけるから、外をつけながら5番のブラストワンピース、あとは1馬身半差、ワンチャンあるんじゃないのこれ、今ガイアス、まあトップやば、ビュイック、お前のモンスターといった馬を見せつけてやれ、ビュイック、ビュイック頼む。ああさあもう4コーナーか、そろそろ最後だ、ガイアス9番のマジカルが今度は先頭か、もっとです。3番ガイアース苦しくなって交代、そしてガイアース、前を追ってその外に出したムチを振るって12番のソットサス、さらに外から10番のジャパンが追い込んできた、ジャパン、さらにもうダメかもう、ガイストも追い込んでくる、さあ残り300を切って抜けた、8番のエネイブル3連敗視界良好に100を切って2馬身のリード、追っている外から2番のバルトガイスト、あ危ないな、ジャパン切りますソットサスですか、あ外から猛追2番のバルトガイスト、エレイブルをバルトガイスト差し切ってゴールインです。うわバルトガイストじゃ、いやバルトガイスト一人だった、3連覇なりませんでした、2番のバルトガイスト、あ最後の最後に、いや迷ったね、バルトガイストかこれ迷ったんだよ俺、残念ながらエレイブル、あバルトガイストよかったな、その後の3着争い10番ジャパン12番のソットサス、史上初の3連覇へ抜け出して一旦は突き放した8番エネイブルですが、伸びた最後の最後の目だった2番のバルトガイスト、ピエールシャルルブの大きな雄たけびです。バルトガイストが差し切りました、残念エネイブル3連覇なりません、ありがとうございます10個。